様、こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。はい、今日はですね、沈める寺、第2回目としてね、ちょっと解説してみたいと思います。まあ、解説というよりは、まあ、演奏のヒントというかですね、まあそんな感じになりますけれども、はい、前回やりました静かなね、これハーモニーで、音楽をね作っていきましょうという話をしました。ですね、メロディーがどうとかっていうよりは、ハーモニー、響きの美しさねで、引き進めていきましょうということでしたね。はい、いよいよですね、少しずつ少しずつ、海の中に沈んでいた寺院がね、カテドラルが、海の中からこう姿をいよいよ現してくる大事な、一番大事なところになります。今日はそこしかまでしか行けないと思いますね。ですね、7小節の頭までしか今日ちょっと行かないと思いますけれどもね、短一番ね大事なところですので、ちょっとね、やってみたいと思います。はい、ではですね、この C の音ですね、 C の音、前のところから行って、例えばその前のところだったんですよ。タリラリラで、ベースの音がね、ドまで下がってきてました。最初ソから始まりますよね。でベースの音がファになって、ミになって、ミレドになって、ドになって、いよいよここからシまで来たんですね。この C の音をね、合図にね、もうだんだん盛り上がるね、姿がもう見えてきますので、盛り上げていきましょうというところです。まだね、わさわさしてるんですね。まだね、まだ波がわさわさしてるところなので、ジャコペダル踏んだままね、いきますね。がね、3回続きます。3回ね、その時にタリラララファソレソファ、ファソレソファ、ファソレファソレ、これミのフラットになるんですけどね、こういう流れで、ね、だん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 出てくるところを表していきます。ですね、左手。なんかね、こう波がこう漂っているようなね、そういう感じを受けますけれどもね。だんだんこう波がね、こう下から盛り上げ、下からね、どんどん寺院が出てくるのでね、波がこう波打ってきてるわけですよね。それを表しているんだろうと思いますね。はい。でね、ここの弾き方なんですけれども、まずね、この最初の、この C の音、一番最初に出てる下の音ね、左手の小指で弾く C の音、これね、普天全音符になっていますので、少しね、ジャコペダルはもちろん踏んでるんですけれども、少しね、こう余韻が残るぐらい、ちょっとね、重さをこっちはかけた方がいいと思いますね。あとでどっちみち消えていきますのでね。そしてですね、チャーラーって弾いた次の右手がね、これなんですね。レーって映ってるかな？レー？これね、みんな届きますか？この右手で取るやつ。もうこのね、10度とかね、11度になってくると全然届かないんですよね。届く方はいいけれども、ただこれをね、ここはいいけどね、次ね。なるべくね、アルペジオにしない方がいいと思うんですよね。こう、じゃーん。少なくともね、こうクリアなね、和音がいいと思うので、私はね、この一番下のこれをね、左手で取りました。
で、なんとか届きます。この最初の、これね、これを左手で、このファの、これ弾きながらね、これは取ります。なので、左手でこれは取っちゃって、次、この和音ね、この和音はね、もう左手でもとんでも届かないんですよね。なので、次のこの右手の和音の下のこのファのシャープはもう弾かない。省略。ごめんね、ドビュッシーって感じなんだけれども、それはね、省略しちゃっていいと思いますね。なので、最初のこれは弾いて、これはもう弾かないで、上の3つだけ弾く。これだけ3つだけ弾きますね。次は大丈夫ね。次は右手届きますね。はい。次のまたね、戻ってきた、この和音なんですけれども、これはね、左手で取れます。になって左手も弾かないのでこう弾きますよね。そして左手弾いて次はレのシャープ、さっきのね和音、一番最初の和音は左手で取れますので左手で取れますっていう感じで、やってみると、2番目に出てくるこの和音のファのシャープだけは弾けませんけれども、あとはねなんとか左手でカバーできるので、それでやってみられるといいと思いますね。こう左手で取る。ここはしょうがない。上三つ。ここは大丈夫。こう左手で取って、次も左手で取れる。となりますね。うん。でね、ちょっとね、整理してみてください。これ2番目も3番目も一緒ですね。はい。そして、じゃあそれで行きましたね。まだ、こう、まだね、波がこう波打って、まだ姿が見えませんけれども、下から盛り上がってきてる。そしてね、次の和音がありますよね。これ、この全、普天全音符のこの和音なんですけれど、右手と左手のね。これやっぱね、鐘なんですね。鐘の音が、海の下から響いてくるっていうような鐘の音、だんだん大きくしないといけないんだけれども、最初まだ沈んでるね。でね、この和音もね、これはね、なんとか右でも左でも届く方いらっしゃると思うんですけれども、ファとソを1で弾いて、両手で弾いてね、こう、ファとソをね、1で弾けば届くと思いますね。で、私はね、これも届かない。結構きついので、左手のソのシャープと右手のファのシャープ、一番親指で弾くところの、一番遠いところを取っちゃって、後の4つで弾きました。右手はソレソ。ね、全部シャープね。して、左手はファソシファ。こういう和音にしました。音がね、ちょっとあと2個足らないんだけれども、それはね、もう響きでカバー。それをね、もうね、無理やりね、アルペジオにしない方がいいと思いますね。なので、これを、こういうね、バランスでなんとかね、響きよくするバランスでね。で、これだけね、特別にこの鐘の音だけ、カーンって鳴らしてほしいんですね。カーン。これもね、海の中にね、潜ってるんだけれども、いずれね、どんどん聞こえてきますので、ちょっとね、キラッて、輝かしてほしいですね。この。で、キラッ。そう。出てくるっていうところに来ました。今3小節目行きましたね。3小節目が、
ギアが入ってきますね、ここからね。で、私はね、この2のフラットの和音を弾いた後にトレコルで、弱音ペダルを取るということをやっています。でもこの安川先生の教本だと、その次の小節にトレコルでってあるんですよね、取ってくださいっていうのが。これどちらでもいいと思います。ただ、私はここからね、また調が変わって雰囲気が変わるので、音色もちょっと変えたいなと思いましたので、これを弾いた後に弱音ペダルを取って始まる感じがいいかなと思いました。それはね、研究してみてください。好き好きでいいと思いますね。じゃあ、これで取る感じでやってみますね。そうだけど、急にねメゾフォルテとかになりたくないので、そーっと弾く感じね。トレコルデなんだけど、そーっと弾く。出た。ここから左手のこのね感じが出てきますね。でね、これね面白いところなんだけれども、ここからね左手を見てみると、最初これが出てきたね。これがね出てきた後、全部ね、上から下に左手って弾いていくんですよね。なのでね、これって多分ね、こうカテドラルが下からね出てきたところによって、水がね上からね下にこうね流れていく様子だろうと思うんですね。なのでチャー、もう止めどなく下に流れていく。またね、様子っていうのを左手で表すね。それとはね、逆に、右手シャーリーシャーリーラパララパリーラパリーラっていう風に、逆にね右手はねどんどんこうね上っていってるんですね。これはね、カテドラルがね下からね現れている様子じゃないかなと思います。なので右手でカテドラルを表して、左手で水がどんどん流れていく様子を出すということと、この左手のこれがありますよね。次オクターブすごく決め手になりますね。どんどんね、こうね現実味を帯びてくる感じなんですよね。どんどんこう迫ってくる感じっていうのを、この左手の16分音符で表してほしいんですね。なのでここにね出てますね、急がずに、少しずつクレッシェンドをしてくださいっていう風にここに出ています、楽語がね。なので決してもうどんどんね現れてくるところです。逆にもうゆっくりするぐらいの気持ちでいいんじゃないかなと思いますね。でもむちゃくちゃクレッシェンドはしてください。一個ずつね。なのでミThank you.
ですよね。これね、ここからね、ペダルはね、踏みっぱなしです。今のこのソノのところから全部ね、そこまで踏みっぱなしですので、だんだん音は熱くなりますよね。おのずとね。なので、そのピアノの響きの、も利用しながらクレッシェンドをかけていくということね。だんだん重さとスピードをかけていく。でも急がないということになりますね。ここからね、様子が。になると思うんですよね。で、このレーダーディーダ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 ー次ね。で、この、ね、波長調のところからもういよいよもう姿がね、こうこうと現れているところになりますので、今日やったこの最初のこの。そこのところからの今やったところまでの7小節目の頭までっていうところでカテドラルが出てきますので、一番大事なところ、演出しなきゃいけないところになりますのでね、こうね、よーくね、音符をね、眺めながらね、響きと相談して、どういう風に、弾いていったら盛り上がってね、こうお客様のその聞く耳を離さないようなね、盛り上がり方ができるかっていうのをね、しっかり研究してみてください。私一番大好きなところですよね。かっこいいですよね。なのでね、壮大なスケールで弾けるようにね、ぜひね、工夫して、決して縮こまらない、もう大海原という感じを想像しながら、音作りをやってみてください。はい、言わんとすることは伝わりましたでしょうかね。もしね、わかんないとこあればコメントください。できる限りでね、お答えいたしますのでね、よろしくお願いいたします。はい、では今日ここまでにしたいと思います。またね、次の動画で続きをやりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。